竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。六代目山口組若中整理機械会長、よくご存知なんですか？私はよく知ってるよ。整理機の会長は、私は中野会におるときに、整理機会長がこの刑務所出てすぐに検診会の杉秀夫会長と二人挨拶に来とった。でちょうど中野会須磨で琴始めしようときやったかな、はい、で琴始めの司会は私がしよったから、整理会長が歌を歌うときに私もその横で司会して、でおやはり噂通りの、まあ、あのオーラのある人やなと思って見とったんよ。それは中野太郎に対する行儀いうのは、この整理会長と検診会の杉会長いうのは正座して挨拶しよった。おえらいもんやなと思って、まあまあ見とったんやけど、それが一番最初整理検事会長を見た時かな。まあまあそれまでに私はあの神戸刑務所で松下会の松下康夫会長から整理の会長のことはよう聞いとったんよ。で整理はかわいそうやったと言うて、まあまああのいろんな面で松下会長は整理会長を褒めとった。でそれからずっと私が古川組を反問になっても、その年賀状と所持見舞いうのはそのまま変わらずやり取りしよったんよ。でまあまあ整理の会長も私に返事くれたし、そんな関係で2009年にあの後藤組の組長が処分されるときに、まあその関連でまあクーデターみたいな感じの中に名前が連なっとって、で整理会長除籍になったわな。でそれから私はあの整理会長から誕生会の招待状が届いたわけよ。私もやはりこんなんやから知らん顔もできへんし、で嫁連れて行ったわけよ。最初行った俺はもうどうでもええスタッフが座る席に私と嫁と座らされたんよ。なんやこの扱いはと思ったんやけど、まあまあええわ思って、でまあその時に祝儀10万円包んでいっとったんよ。で次行った時にまあ10万円包んでいくわな。ほな一番ええ席に次は座らせてくれたんよ。A 席まではいかんかも分からへんけど、その次ぐらいの席に座らせてもうて、でその京都の水神の会長、ブラック解放同盟みたいな感じのその会長グループと一緒に座ったな。でその最初のパーティーで水素ホテルでしたんかな、大阪のパーティーを聞き取った。その漫画の前で六代目山口組を批判したんよ、整理会長が。こんな漫談の前で批判できる人いたらなかなかおらへんと言うて、いっぺんに私は整理会長の不安になって、でそれからも個人的にずっと付き合いするようになって、で家行ったりしとったんよ。田岡充さん、三代目田岡親分の息子充さんの私はあの家まで証拠をあげに行ったことあるんよ、整理会長と一緒に。やっぱりその言うたら田岡家とも近かったわな。なんでか言うたら初代山県組の山本健一組長の、あの秘書みたいなことしとったらしい。そやから整理健二言うたらどこでも顔聞いたようなこと言うとった。ただこの人はほんまに人のええ人よ。皆に嫌われるようなタイプじゃないわな。そやから私が家行った時にその宮城刑務所で六代目塚田忍組長の張り絵をこれ親分からもろたんやと、まあその時親分言わへんかった、塚からもろったと言って見せてくれた。あの時は俺の方が上やったのになみたいなこと言ったけどまあまあそれは笑い話よ笑い話やけど、それはもろとった。
立派な部屋やった。でそやのにやっぱりこのクーデター騒動で除籍になったりだ、残念やわな。正幸の会長も五代目の渡辺義則組長の時にそれ平成元年に直参なっとんやから、やはりちょい帰っててから出向部入っとかなあかんわな。実績も申し分ないし、それはしてきたこともやはり取り調べがきつい言うて、この下があったら喋ってまうと言うんで髪切っとんやから、それについて私は整理会長に聞いたことあるんよ。ほな整理会長は、それはお前下があったら喋ってもたかなあかなと、下がなかったら喋れるようがないと、そやから俺らガンと机に手を置いて下髪切ったんやと。ほな警察もびっくりしてもて、それから厳しい取り調べせなんだいて。そやからそういうその言うたらまあまあ否認するんでも、大阪府警言うたらなかなか当時素直にあそうでっかいて聞くような調べじゃなかったわけよ。それどついたり蹴ったりしてむちゃくちゃな取り調べしとったんよ。それは私の兄弟分の瀬戸山義偉で言うて、重曹中島組の頭しとったのがおるんやけど、何軒か茶化で弾いとるわけよ。で証拠も上がっとると言うて、そやから私が面会に行った時にもう1回目はその不起訴で再逮捕されたわけよ。あれは枚方警察署やったかな。でまあ兄弟面会に来てくれと言うて、私にウインクしもって、兄弟で茶会一丁出してえなと、ほなウインクするから、あこれはもう警察の手前、私に用だけやな思って、そんな兄弟出してえて出すような茶会あるかいなと言うて私は蹴ったんやけど、その後でまあ不起訴で出てった時に調書見してもうたけど、そら検事は立派な調書を書いとった。もう起訴いかにもできるような調書を書いとったけど、やはりその時に瀬戸山に聞いたのは、耳元でこの言うたらもう3日も4日も寝てへんのに、おらいおらいおらいって言うらしい。で兄弟って寝かしてくれへんねんって、もう寝へんなかったらもうフラフラやでと。で私が言ったら、もうこう体が泳いとったんや。で、ああこれはもう持たんな思うんだけど、やはりしっかりしとった。でまあ不起訴で帰って、そういう調べも聞いとったわけよ。でまあまあ言うたら、特に大阪戦争当時の1980年頃前後言うたらもう特に厳しい時よ。その調べを耐えてそれやってきて書籍になるいうのは、それは山口組のためによ、山県組のために行った構想じゃないわけよ。そうですね、山口組のために行った構想で功労者でもやはり除籍にされてまうよ。整理会長も悪いとこあるんよ。というのは私の友達の四国善通寺の西山さんが整理の会長にあんちゃん言うて、六代目親方が入っとんやけん、もう飲みに行くな言うて通達入っとんけん、飲みに行かん方がいいよと言ったけど、北や南、特に南なんかもう保健隊で飲み歩いとった。まあまあ助手席になっても飲み歩いとったわな。そんな場面を私は何回か見て、あこの人は根っからのその言うたら飲みに行くのが好きやなと思った。それは現役時代も長本一夫会長に北新地のクラブへ連れて行ってもらった時にちょうど整理会長もおった。まあ私が懲役で一緒やった大阪戦争の共犯の金いうのがついとったよ。で竹口さん久しぶりでんなって、お前な金さんって話したことあるんよ。なんか聞いたら、その北新地でも当時私が現役時代よしょっちゅう飲みに来とった言うんやから、その代わり整理会長用も出たんよ。だからパーティーに1回目行った俺に、まあ1回目行って、まあそれまでも家行っとはな。ほなその当時銀座のクラブのママやった言うんよ、嫁が。ああそうなんですか。ほんで2回目パンとあくる年行ったら、うん、姉さん言われた人が違うわけよ、はい、挨拶しよう人が。で私が会長を置いて、
あれ姉さん違いましたんかいな、って言うたら、今度は北新地のママや、って。それぐらい、そらオーラも違うとった。私が一トン待っとったら、タクシーで帰ってくるんよ。ほんなら、もうスクリーンから出てきたまんまの V シネマのモデルになったやつが何本かあるんよ。そのまんまで帰ってきて、さすが整理会長やなと思ったこともあるんよ。そやから私そこの御神会の八回式にもこの整理会長来てくれた、うん、あ、これやってましたよね。ほう、その時に善通寺の西山会長が一緒に来て、で資料で、まあ、今でも平付き合いさせてもらって、この人も昭和56年から厚生支援やってるわ、うん、それから NHK で特集組んだり、いろんな我々のこの厚生支援の先駆者みたいなもんよ。今もずっとやっとんやから、うん、大した人よ。で、もともとは少林寺の弟子よ。それから今でも子供に少林寺拳法を教えたり、それやってるわ。整理会長もなんか少林寺の、ああ、なんかあれ、あれですよね。スーダン少林寺、中国の、あそこの皇帝よ、うん、その日本に一人か二人しかおらへんのちゃうかな。整理、うん、会長はそやから刑務所の中でもずっとこう、パッとこう、やっとったら言うんやから。ああ、素晴らしい。肩をやって、そら鍛えとったら言うて。だから私は現役でもうちょっと整理会長にやってもらいたかったな、うん、そうですね、うん、今日はこれぐらいで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。